マンダレーベートラムはネバダ州パラダイスにあるラスベガスストリップにて1九9九年四月九日に開業した延長八百三十八メートルのピープルムーバーである MGM ミラージュグループに属する三つのゲームホテルを連絡を目的に建設された道路線は主要なトロピカーナラスベガス踊り交差点からエクスカリバーホテルカジノ及びルクソールホテルを 通って南端のマンダレーベイリゾートカジノまで乗客を運んでいる。ケーブル駆動による複線路線であり、市民は無料で利用できる。1本の線路を1編成のみで運行している。場合には4つの駅にすべて停車する。ピーク時には2本の線路にて運行されている。急行列車はエクスカリバーノースからマンダレーベイまで南へノンストップで走行しており、 2番目の列車はエクスカリバーホテルにて乗客を降ろしてから北へ移動しているエクスカリバーホテルからエクスカリバーノースまでの道のりを非対象の配置にする必要性として取り扱われた各ホテルに特別なご愛顧を奨励するために設計されている。マンダレーベートラムは2つの完全に独立したシャトルシステムが並んで走行する延長838メートルの 高架式案内機場からなるケーブルライナーシャトルを導入したものである。案内機場は地上から5、8メートルの高さの位置で通りのすぐ上を通過する線形となっている。単線並列の2本の線路のうち1本は四重着駅にのみホームがある急行線、1本は4駅、すべてにホームのある観光線となっている。各システムは5両の車両にて一編成の列車となっている。 個々の車両は、それぞれ32人の乗客を乗せることができ、よって、各列車は、合計160人の乗客定員となっている。システム1は、1方向につき1時間あたりの乗客数1300人の乗客を乗せており、数4つの駅がある。システム2は PP、PPHPD1900 人の乗客を乗せており、かつ2つの駅がある。列車は、 各乗客を乗せて走行している間、反対方向では空のままバック走行されている。運行の最初の年には、当システムは約2100万人の乗客を運んでいた。列車車両は牽引ロープにしっかりと取り付けられており、非常に静かな運行を保証するために空気タイヤにて走行している。列車は時速 36km の移動速度に達することができ、 かつガイドウェイはオープンであり、モジュール式の交換トラス構造となっている。カスタム列車の設計は目玉の一つである。列車はテレビコマーシャルのために撮影されており、マンダレーベイグループは設計の特許権を取得している。マンダレーベイトラム事業計画は、ドッペルマイヤーケーブルカートの契約が締結された1998年9月2日に開始した。ケーブルライナーシャトルは、 1600万ドルの契約額を有し、進行の告知からわずか9ヶ月後の1999年4月に完成した。マンダレーベートラムは、2つの独立した延長838メートルのシャトルシステムが並んでおり、高架化されたモジュラー式のコートラスガイドウェイ上に構築されている。5両編成の列車は、静粛動機構、列車加速制御、速度、 推進力及びブレーキによって推進されている。これらは1車両あたり32人の乗客定員を有しており、時速 36km の速度で移動する。前進は220秒であり、かつ滞留時間は50秒である。二つのトラックごとに、それ自身が独立した直径 33mm のワイヤーロープを有しており、それをループにするための接合部を一箇所含んでいる。 ワイヤーはオーストリアドラートワイヤーロープによって製造されており、その後リチャードライヤーインコーポレー鉄道によってその場で接合及びテストされた。トラムは午前11時5、50時30分の時間帯で走行している。ありがとうございます。